先生、逆らってすみません。でもアマレットを犠牲になんてさせられません。グリマルキ、彼女に眠りの魔法を3日ぐらい眠りっぱなしにお願い。待ちなさい、リレ。先生、ごめんなさい。最後の夜、バティドがヒントをくれたわ。悪魔を制するには悪魔、うまくやればきっと大丈夫よ。後でしっかり懺悔すれば。でももし時間が戻らなかったら、私は破滅だわ。しっ、もう少し小さな声でお願いします。本気で言っているのですか、リレブラウ。もちろんです。悪魔に魂を売り渡すというのは伊達や水郷で相談できる話じゃありませんわ。若い娘の魂なら特に価値が高い。向こうから手の中に飛び込むなら、こんな儲け話は他にない。それで願いは何なのです。恋煩いぐらいなら立ちどころに解決してあげますよ。いえ、その先生が持っているあの本を、ソロモン王のグリモア、小さな鍵を借りたいの。驚きました。申し訳ないが条件は飲めません。この契約はなかったことに。待って、アドボカート先生、魂を差し出せば何でも願いを叶えてくれるんじゃないの。いいですか、悪魔にも好みもあれば立場もある。不利な契約なんてこちらから願い下げです。私考えたんです。ギムレットを召喚して命令すれば地獄へ戻せるって。
いけませんか。おほう、それならここで悪魔の仕事をしてもあの口うるさいご老体も納得させられますし、自己犠牲の美談付きなら魂の価値も上がります。契約書に以下の条件を追加すれば飲みましょう。まず私を刺激する魔法陣は使わないこと、そして魂をもらい受ける期日は1週間後。ずいぶんね。でもしょうがないわ。商談に駆け引きはつきもの。これであなたに降りられでもしたら私もがっかりというわけです。では契約書に人たらしの血で署名を願います。悪魔はこの契約書という証拠が重要なのです。言葉で誓っても心で舌を出されてはかなわない。言葉なんてそよぐ風に過ぎませんから。悪魔が契約を破るとどうなるんですか。恥さらしとしてあざけられ、地獄から数万年は出てこられはしませんよ。でも私なら心配無用。あなたがそう願っても契約は履行されます。悪魔の取り立てから逃げ切れる者はいませんから。おや、まさか何か企みが。はあ、知っているはずがない。引っ掛けよう。これはきっと悪魔の駆け引き。静まれ心臓。ま、いいでしょう。あなたの計画が失敗したときは奴にやられる前に魂をいただきます。